始まるよ。皆様こんばんは。5月30日月曜日、しゃべくり松代の時間がやってきました。今日の松代はですね、朝から雨が降っていましたけれども、現在はですね、曇り空でちょっと風が吹いているような状態です。さて、第31回目のゲストのご紹介をいたします。今年4月にですね、松代地区の区長会長に就任されました北原正夫区長会長さんです。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。さて、北原さん、昨年からまあ水上台の、これ230件ほどあるんですけど、区長さんに就任しまして、今回は、松代町の区長会長の就任ということで、松代の全体をですね、見ないといけないっていう形で、ちょっと忙しいっていうんですかね、先導しなきゃいけなければいけないという形で、ちょっと心構えっていうんですかね、そういったものはちょっとお聞きできればなと思いますけども、はい、もう非常に忙しくなっております。はい、地元ではですね、地元の水上台では今年度、21年度の市の下水道工事後のですね、舗装なんですが、それがもうかさぶさんのようになってますんで、地域のためにですね、やはり舗装の復旧、このことがありますし、それから長年水上台も水栓化、集会場の水栓化ですね、これ区民の皆様が非常に待っておりましたので、これを今年進めたいと思ってますし、団地っていいますか、水上台区のすぐそばを、県道の長野真田線が通ってるんですけれども、そのバイパスがだんだんできてきますので、その辺のやはり環境ですね、交通安全、区民の交通安全、こんなようなものをやっぱり気をつけていかなきゃいけないと、こんなふうに思っております。今多少工事やり始めてますですね。そうですね、河川のところですね。はい、だいぶできるところから進めているようです。あ、なるほどね。はい、それから水上台もですね、例外なく非常に高齢化が進んでおります。はい、そのために、組長さんの仕事とかですね、それから河川愛護会の仕事、ご指導でやるんですけど、河川の草刈り業務、それから一番最近心配なのは冬季の雪かきですね。なかなかもうやっぱり80歳以上の方もだいぶ多くなってきておりますので、そんなことが今課題で、なんとかしていきたいなというふうに、地元での仕事では思ってます。また真っ白地区全体ではですね、有害鳥獣のことなんですけれども、真っ白を元気にする、私は第一歩と、こんなふうに位置づけております。この話はまた後ほどちょっとお話したいと思いますけど、それからあと区長会も一緒にやっていかなきゃいけないんですが、この間中島住民自治協の会長も言ってましたけれども、長野電鉄線のですね、廃止後のもう課題ですね、鉄路を残して、どういうふうにこれから運営していくのか、その辺の問題、それから私東日本のですね、大震災、その時のテレビなんか見てましてですね、応援部隊、自衛隊とかですね、いろいろな救助隊が来る前のまでの区長のやるべきこと、この辺のことをしっかり精査をしてですね、今ある計画、そんなものをちょっと整理していきたいなと、思っております。いずれも大変ですけれども、前向きでね、にですね、なんとか、こなしていきたいなと、なるほどね、思っております。大変ですけども、町のためにね、頑張っていただきたいとは思いますけども、区長会長で、真っ白地区の区長会っていうんですかね、そういう組織ありますですね、一応組織の図っていうのはありますけれども、その中のちょっと説明をちょっとお願いしたいと思いますけど、区長会はですね、
真っ白住民自治協議会という、はい、まず大きな組織があります、はい、その中の、はい、区長会という位置づけでございます、うん、総務部会っていうんですかね、はい、総務部会ですね、総務部会ですね、6つの部会ですね、はい、総務、教育文化、はい、福祉健康、はい、産業観光、はい、安心安全、はい、環境部会と、はい、それとあとあの、まあ、今一番真っ白の大きな課題である八代線の対策の問題ですね、はいはいはい、それを特別部会ということで臨時的に、うん、掲げております、はいはい、まあ、仕事の内容はね、はい、ご覧の通りでございます、はい、なるほどですね、はい、あとはあれですね、まあ、あの今これから今自治協区長さんの関係で、まあ、何人いらっしゃるかっていう形ですけど、まあ、これ真っ白の地図ですけれども、はい、まあ、1町6か村って、はい、まあ、よく、ね、言ってますけれども、そうですね、はい、真っ白はですね大きく分けますとですね、はい、一番この東西の方からですね、はい、清野地域ですね、清野ですね、はい、それから町の一番の中心の中央地域、中央地域ですね、はい、それからちょっと上へ上がって西条地域ですね、はい、それから地蔵峠の方へ行く豊坂地域、はい、豊坂ですね、それから東にあります東条地域と、はい、それから町のちょっと下に当たり、はい、下って言いますか北に当たります西寺尾地域ですね、はい、それから須坂の方へ行く寺尾地域ということで、はい、と大きく7地域に分かれております、はい、でそれがですね、はい、また細分化されてまして、はい、35、これは長野市から行政区域ということで指定を受けてるんですね、35の行政区域がありますので、はい、まあ、それぞれの区域に、行政区長というものが35名おるということになります、はい、でまたその35名の35の行政区の中でですね、はい、80の小技区、まあ、場所によってはブロックと呼んでるところもありますし、上階と呼んでるところもあるんですけども、まあ昔でいう小技区単位ですね、何々町の区長というような方が80名おりますね、80名いらっしゃる、まあこうそれぞれ80の区長さんがおるということですね、まあその皆様方で区長会というものを組織しているとこんな風でございます。なるほどですね、はい、あれですね、まあ、今区長会長に就任してですね、はい、今後どのような思いを持ってですね行動していこうとしているのかの、まあ、基本理念っていうんですかね、はい、これもちょっとお聞きしているのでこれもちょっと見ていただきたいと思うんですけども、はい、まあ、これはですね、はい、まあ、私昨年から水上台の区長をやらさせていただいたり、はい、まあ、今年からはまあ真っ白全体の区長というか区長会の区長ということになったわけですけれども、はい、やはり震災なんかも見ていてもですね、はい、それから交通安全とかいろいろな、まあ、この危険なこともございます、はい、そんな中でやはり区民の皆さんの命を守るということがやはり区長のまず一番最初の仕事であるというふうに思っております、うん、おります、はい、そしてですね、健康で、はい、区民の皆様が生き生きと元気にこう生活毎日過ごしていかれると、はい、こういうやっぱり環境づくりが区長の仕事だと、これが基本だというふうに思っております、はい、まあいろいろなことをですね、まあ、そんなことを基本に置きまして地域の皆様方から、まあ、いろいろな問題が区長としては寄せられます、はい、相談であるとか要望だとかですね、はいはい、あそこのところへ横断歩道を作ってくれたとかですね、はい、いろんな要望が出てきますけれども、まあ、この課題につきましてはまずしっかりと区長が、はい、受け止めましてですね、はい、まず住民が自ら解決できないのか、はい、それから住民がこう共同してですね、うん、大勢集まって、なんとか解決できないのか、うん、そんなことをですね、はい、区長会でも考えて、まあ、上部の団体である住民自治協議会や、はい、それから関係する機関とですね、はい、相談協議してどうしてもできないことを、はい、まあ、市であるとか県だとかね、まあ、行政の方の力を借りて、はい、進めていきたいなと思っております、はい、こんなスタンスでございます、はい、まあ、市からの事務事業につきましてもですね、はい、この基本理念に基づいて精査して、はい、国民の皆様に、おつなぎすると
こんな立場でございます。なるほどね、わかりました。はい、まあ、真っ白にも現在いろいろな課題が出てきてますけれどもね、区長会としての取り組みをですね、まあ、ちょっと説明していただきたいんですけれども、はい、一応まあ取り組み図としてまあ一応声出しましたですけど、はい、今区長さんたちにですね、はい、それぞれ私も今内々に相談してるんですけど、はい、やはり3月11日のですね、目を追わんばかり の東日本大震災、はい、まあ、境村も、はい、ね、境村もありましたしね、はいはい、そんな時にですね、はい、集落の区長さん、テレビで見てると、うん、そのある集落の区長さんがですね、頑張ってそのとりあえずの応急対策といいますか、うんうん、そんなことをですね、集落のリーダーとして、はい、それからまた場合によってはこの村を地区をそっくり 地域へ持っていかなきゃいけないと、はいはい、こんなようなことがですね、うん、駆けずり回っている姿を見てですね、うん、やはりその辺のところを我々が区長になって、スピーディーにその辺のところが取り組めるように、はい、防災計画というものをもう一度やっぱりしっかり 見直して、うん、しっかりとしたものを作って、はい、即座に対応できる、そんなことをしていきたいと思っています、はいはい、まああれですね、防災計画の見直しをという形ですね、はいはい、あとそれとあと有害鳥獣等の対策とかとですね、はい、これもですね、うん、今まで真っ白地区はどちらかというと商業観光この辺のところにですね、はい、まあ、力を入れてきたわけなんですけれども、これからはやはりもう少し幅を広げて農業の視点からというような部分も、うん、見方によっては大切ではないかなと、はい、こんなふうに思っております、うん、まあ真田で邸だとかですね、文部学校、はい、いろいろまあ建物や武家屋敷も整備されてきたんですけども、ね、そこへイノシシが出てきてしまってはですね、うん、せっかくの観光客もこうげっそりしてしまうというようなこともありますんで、はいはいはい、その辺、まあ、農家もそうなんですけどね、うん、農業従事者の高齢化だとか ね、まあ、ね、はい、農業、若者の農業離れ、はい、荒廃農地の拡大と、はい、ありますね、そんなことを、で、そんなところを巣にしてですね、うん、イノシシが出没すると、うん、町の中にも出没すると、はいはい、そんなことでね、私どももこうしっかりと、はい、その辺の対策を何か築いていかなきゃいけないと、はい、こんなふうに思っております。はい、まあ、あと有害鳥獣対策ということで、なんか防護柵の設置が予定されてるっていうことをお聞きしてるんで、はい、まあ、それの説明もちょっとお願いできますですかね。はい、区長会でですね、今年は本当にこれ正念場で、はい、これ区長会でこんな事業をやったこと今までなかったと思います、はい、で今年っていうかここに全勢力を挙げていきたいと思っております、はい、やる場所はですね、ここにありますようにこの青い線のところですね、はい、西の方から清野、はい、西条、はい、それから豊坂の一部ぐらい、山裾にですね、防護柵を設置、とりあえずイノシシよけですね、この防護柵を設置しようというふうに思っております。これは距離どのぐらいありますですか。ですね、はい、約17キロですね、相当長いものになりますんで、もう地域の人たちにですね、本当にお力をお借りして、うん、この1年ぜひこれをこう完成させたいなと、うん、これは業者じゃなくて地元の人がやるっていう形になるんですね。これ防護柵のですね、資材費は国で、はい、交付金で見てくれる、はいはい、こんなチャンスないんですね、今まではいくらかずつ地元さんもあったんですけれども、一切国で見てくれると、うん、その代わり労力は地元で出しなさいよと、こういう制度でございますので、まあぜひとも区民の皆様のご理解とご支援、ご協力をぜひお願いしたいと思っております。はい、まあ真っ白地区の皆さんのためにもですね、北原区長会長さんも頑張っていただきたいと思います。まあ本日はお忙しい中いろいろありがとうございました。どうも失礼いたしました。よろしくお願いいたします。こんなご時世よ。
だから本気でかからにゃ怪我をする。祭りが悪いと唱えても誰が己を助けるか。やるぞ誠を貫けば俺の出番はきっと来る。さて来週のしゃべくりマッシュルなんですけども、来週は、パーソナリティですね、私どもマッシュルテレビ局の尾又さんにお願いしたいと思います。尾又さん、それではよろしくお願いします。尾又です。どうもよろしくお願いいたします。来週はですね、真田宝物館学芸員の古畑さんをお願いしたいます。ご紹介いたします。よろしくお願いいたします。こんばんは。こんばんは。お忙しいとかありがとうございます。よろしくお願いいたします。来週のテーマはどんなものでしょうか。真っ白文化施設管理事務所の方では年間さまざまな行事計画をしておりますけれども、その中で6月のですね、8日から真っ白と街道という特別展をご用意しております。企画展をご用意しておりますので、こちらの方のご案内にぜひ、出演させていただければと思います。ありがとうございました。まあ、いい開催をですねこれから、やるんですけども、いいお話をですねまた来週も聞かせていただきたいと思います。それではまたよろしくお願いいたします。松代あなたの街、それそれそれくり松代、また見てね。